飯田線の駒ヶ根駅にやってきました。飯田に続いて長野県の伊那地方ですね。まあ、飯田と比べると、まあ、飯田よりは小さな町ですかね。駅前に早速芸術作品があるんですけど、憧れだって。憧れ、これ憧れてるっていうよりはなんか遠くの人に手を振ってるようにしか見えない。しかも裸でハレンチだなそして水車っていうお店がありますね。ちょっとした商店街、ですかね。駒ヶ根もあの伊那地方なんで、なんか昆虫料理のお店とかないのかな。まあでもあれかな、あんまり昆虫いうのもあれなのかな、偏見なんでしょうかね。坂道のアーケード街なんで、アーケードの屋根がこう段々になってますよね。見えますかね。そして七夕飾り、商売繁盛とか家内安全とか、ああそうかそうか。なんかその七夕飾りの願い事ってさ、決まりきった文句ばっかですよね。もっと風変わりな願いはないんでしょうかね。ほら、人を愛せますようにとかさ、年末ジャンボの当たりくじをください。贅沢は言いません、二等でいいです贅沢言えよ、やっぱり一等当てようよねえ。やっぱりさ、宝くじ買うからにはさ、2番よりは1番のいいじゃないですかね。なんだっけ、有名な政治家の2番じゃダメなんじゃなんだっけな、2番じゃダメなんですかっていう、なんかあれ蓮舫さんか、なんだっけ、今なんか民進党とかいう政党になりましたけど、民主党の時代に蓮舫さんがその事業仕分けでさ、1番にならなきゃいけない理由は何なんでしょうか、2番じゃダメなんでしょうかとかいう、そういう政府でなんかさ本にもなりましたけど、あれちゃんとさ、その1番になりたい理由をさ説明すればよかったんですけどね。なんかそのなんていうのかな、2番でもいいだろこんにゃろっていう、そういうさなんか高圧的なさセリフだけが一人歩きしちゃってさ、だって1番になりたいんだもん、2番じゃ嫌なんだよってね、2番じゃ悔しいんだよ、お願いしますよって言えばよかったのにね。あ、ちょっと裏通りに入ってきてしまって、で一応国道に出るんですが、ただ国道って言っても急道なんですよね。確かなんかバイパスのようなものができてたんじゃなかったかと思うんですけどね。まあ長野県の歩行動画シリーズ第2弾ということで、飯田線沿線の街を、まあ、飯田駒ヶ根とやってきたわけなんですけど、飯田線って結構面白いですよね。というのは特に天竜橋と中部天竜の間なんかさ、すごい山奥で、まあ、いわゆる秘境駅と言われる駅がたくさんあって、だから全部秘境駅みたいな感じですよね。だから最近はさ、秘境駅っていうのももてはやされてるみたいで、秘境駅号なんていうのもなんか運転されたりしてるみたいですけど、つまり秘境駅号ってさ、確か JR 東日本のさ山田線と岩泉線でやったのが最初じゃなかったかなと思うんですけどね。しかし最近の東日本は本当なんか冷たいですよね。結局岩泉線もさ潰してしまったし、山田線の秘境駅と言われ秘境駅号っていうのを運転したくせに、山田線のさ秘境駅2つとも廃止にしてしまったじゃないですか。まあ山田線秘境駅は潰されてもしょうがない面もあるけど、なんでこれ男性2000円女性1000円ってそこ差別するんでしょうね。なんかいろんな意味でさ、女性の方が安く収まるような値段設定よくあるんですよね。もし男性の方が安くしちゃったらさ、すごい女性からバッシングされそうだけど、おっと、あ、そっか、ここは駅前のさっきの商店街ですね。
交差点のさ椅子がなんか人の顔になってるよ。うん、人の顔ですよねこれね。やはりさ人が座るものだ、なんかの休憩するときに座るんでしょうけど、やはりあの人というのはね、人の上に立ちたいと思うのがね常なわけですよ。やはりさ人の上に立って自分は偉いんだぞってことをね、自覚したいなという、うん、そういう気持ちってあると思うんですけど、でも現実的に人の上に立とうとすると、いやいやお前重いから乗せたくないって言われちゃいますもんね。だから現実的にはなかなか人の上に立つというのは難しいので、まあね、あの人の人形の上に立つことによって自分は偉いんだというね錯覚をすることによって、その錯覚が自信につながって、で現実的にも本当に偉くなれるというね、やはりね、その、なんていうのかな、実際にはそんなに偉くないんだけども、偉くなった気分になることによって、本当になんか偉いことができてしまうっていうのは、そういう人ってそういうのありますからね。うん。カブトムシを、戦わせるっていう、そういう競技があるらしいんですけど、そのカブトムシとかクワガタみたいな、そういう強そうな甲虫をですね、そういう甲虫同士を持ち寄って、木の上で戦わせて、誰が持ってきた甲虫が一番強いかっていうのを競う、そういう、まあ、なんか昆虫虐待的なスポーツがあるらしいんですけども、その、自分の持っているそのカブトムシをどうやって強くする、どうやって鍛えるかっていう時に、その、自分の持ってるそのカブトムシよりも弱そうな虫を見つけてきて、そいつと戦わせるらしいんですよ。で、そうするとそいつは弱いので、やっぱりすぐにパーンって跳ね飛ばされちゃうんですね。で、そうすると、自分のカブトムシは、お、俺って強いんじゃねっていう、そういう自信が出てくるらしいんですよ。うん、あ、勝っちゃったよ。で、また別の弱いやつを持ってきて、あ、また勝っちゃったよってね、次から次へと勝っていくんですね。そうすると、俺って結構実は強いんじゃないかなってね。あ、なんか すごい古そうなお店、末広。教育会館か、教育会館はあ、はあ、なんか結構面白そうな路地とかありますね、こういうふうにね、木造の、うん、そして水路の水の爽やかな音が響いております。そういうふうにカブトムシを、その俺って強いんじゃないのっていうふうに錯覚させることによって鍛えていくっていう、そういう手法があるらしいんですけど、それって人にも応用できるような気がするんですよね。まあ、この辺は裏通りの飲食街というか、国道から一歩外れた、商店街なんですが、やっぱりちょっと閑散としてる感じがありますよね。うん、ひょっとしたら旧道の旧道なのかもしれませんね。うん、あ、ゴっていうお店がありますね。ゴ、ゴ会場ってやつですかね、いわゆる。ゴおぎそ、うん、ゴ ね、日本だとゴってさ、将棋よりもそんなに人気ないです。いや、将棋とまあ人気を二分してはいますが、日本国内だけ見れば将棋の方が人気ありますよね。うん、あ、でも他の国を含めるとゴは結構人気ある、囲碁人気あると思うんですけど。日本だとさ、将棋の方がなんか盛んだと思うんですけど、それにしてもさ、なんか、あの、将棋センターとかよりも、なんか囲碁の碁会所とかの方がなんか多いような気がするんですけどね。そう、でもほら、なんていうのかな、将棋だってさ、その強い人にビシッとなんかさ、あの、刺されると、これはいい手に違いないって思っちゃいますもんね。なんていうの、驚くような捨て駒とかされた時に、初心者っていうのかな、自分より弱いと思う人がその捨て駒をやってきたら、なんだこれタダじゃんって思うけど、でも自分よりも強そうな人がその捨て駒をやってきたら、あ、この人はいい手に違いない、これを取ったらひどい目に遭うに違いないってね、勝手にその相手を信用しちゃうみたいなとこありますよね。うん、だから自分は強いんだぞって見せることによって、相手に信用させて、あの、本当は無理な手を通してしまうという、そういう手法がやっぱり将棋ではね通用しちゃうんですよね、結構ね。国道戻るか。駒ヶ根の市街地はやっぱり駒ヶ根駅前と、やっぱりこの国道、まあ旧道
旧道っぽい国道がこれが軸になってるんじゃないかと思いますね。まだささやかな、市街地が続いてるわけなんですけど、防衛意識を高めようだって。防衛意識ね、防衛意識を高めることは悪いことじゃないと思うんですよ。ほらなんか尖閣諸島とかさ、なんか中国の、中国の船とかがさ頻繁にやってきて脅かしてるらしいじゃないですか。そういうのは、そういう脅威から防衛しようっていうのはまともな考え方だとは思うんですけど、でもそれはその、なんていうのかな、ちゃんと中国も、あ、尖閣諸島はちゃんと日本のものだよねってちゃんと認めてね、平和にやっていければその日本の漁船とかもさ尖閣諸島で漁業とかにできるじゃないですか。あるいはね、そのなんだ、北方領土とかさ竹島とかもさ、あ、ちゃんとこれは今まですいませんでしたって言ってさ、やっぱり歴史的に見ても日本の島だよねって言って仲良くやっていければ、私も普通にこう、なんていうの、歩行動画、歩行動画国後編とかね、歩行動画竹島編とかできるわけじゃないですか。だからそういうふうに、なんていうのかな、漁業ができるぞとかね、旅行に行けるとかね、そういうやっぱりその、自分の生活につながるから、やっぱり防衛しないといけないよねっていう、そういう理由付けっていうのはやっぱ必要だと思うんですよね。なんか単にさ、なんかあの国が気に入らねえからさ、やっつけろとかね、国としてのプライドとか、なんか国家としての意地とかさ、なんかそういう漠然とした概念だと、それはね、ちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。日本人なんだから日本の領土を守ろうとするのは当たり前とかね、日本という国を愛してるからこそ、日本の領土を侵されてるのは、我慢ならんとかね、そういう、なんていうの、ただなんか、威勢のいい、考えだけで防衛しようっていうんだとしたら、それはちょっと危険だよなと思うんですよね。なんかすごくこう、なんか私たちの生活ではなくて、なんかその国の対面が第一みたいなね、国民の生活が第一じゃなくて、国家の、国家の世間体が第一みたいな、そういう考えで防衛しようっていうんだったとしたら、それはちょっと危険な考えだと思う。そうじゃなくて、その、よその国にね、なんか変な不審船だとか不審な飛行機とか来てるせいで、安心して漁業ができないじゃないかとね。本来であれば私はね、国後、竹島とか国後島に行って歩行動画が撮りたいのに、不法に占拠されてるせいでそれができない。それは困りますよね、やっぱりね。だからそういう、その自分の生活に密接した理由で防衛しようっていう、そういう、なんていうのかな、そういう意識、そういうのは大事だったなと思うんですけどね。さあ、そろそろ駒ヶ根も市街地を外れてきてしまいましたね。多分次の駅に、隣の駅まで来ちゃったんじゃないかな。私、飯田にしろ、駒ヶ根にしろ、昆虫食を売ってるようなお店は見当たりませんね。昆虫、やっぱりね、私も昆虫料理を極めちゃおうかなっていうことを志しておりますので、やっぱりその本場をちょっと見ておきたかったんですけど、あんまり本場って感じしない。まあでも、長野県の人に、長野っていうのは昆虫料理盛んなんですよね。長野県の人って虫たくさん食べてんですよね、なんて、そんなこと言ったら、いや、それは違いますって言われちゃいますよね。そんなこと言ったらさ、なんだし、北海道名物の白い恋人とかね、北海道の人って白い恋人しょっちゅう食べてんでしょとか言われても困りますもんね。東京だったらなんだろう、東京雷おこし東京の人雷おこしとか食べないし、東京の人東京タワーとかほとんど行かないことで有名ですもんね。私東京スカイツリーですらさ、中入ったことないですからね。東京タワーはね、小さい頃、父親に連れられて行きましたけど、でもそんなに面白くなかったですかね。古めかしい自転車置き場がありますね。市営自転車置き場案内ってさ、ここに自転車置き場あるじゃねえかよってね、ここよりもあっちの方がいいぞっていう掲示板。まあこの辺はささやかなお店がありますけど、まあ、ちょっとしたレストランですかね、レストランとかありますけど、まあ
まあ市街地の外れですよね、小町屋駅ですかね、飯田線小町屋駅でございます。そんなわけで今日は、長野県の駒ヶ根市を散策してまいりました。ありがとうございました。